えー、愛する2人のセックスの授業ということでカウンセラーであり男の子のまんまでもあったお母さんでもあった、えー、女性の方の書いた、えー、セックスの手ほどきの本で,でね、えー、やっぱりね、えーうん、息子さんが、ね、いらっしゃるっていうのは、ね、大きいと思いますねあの。男性に対する被害者意識とか、えー、批判が、ね、少ないんですよね。どっちかとというと 男性はね、えーまあ、女性からするとちょっと嫌な面とかも含めてね、男性に対するね共感が、ね、できるところがね、やっぱり息子,息子さんがいるからっていうのが大きいかなと思いますね。うんまあ、ね自分のも子供がね男の子だったらね、えー、男性の気持ちにもちょっとね、えー、共感した上でね、 教育していきたいと思うのがね、人情かなと思います。まあ、そういうね、えー、背景とかを前提にしてね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。えー、セックスにおいてですね、前儀と抗議ってありますよね。まあ、前儀とセックスは、まあ、あの、二人とも楽しめるんですけど、 抗議っていうのが、ねまあ、女性は、ね、結構求めているんですけど、まあ、男性はそんなに求めていないっていうことで、ねえー、ちょっとちぐはぐが出てくるわけですね。まあ、そういう状態って、ね、非常に、ねえー、お互いの、ねえー、欲望が、ねえー、満,たせ満たすことができないってことで、ね、問題になってきたりしますよね。はいまあ、男性っていうのは、ねえー、一度、射精するとテンションが下がるそうです。 はい、いろいろね、えー、セックスまではね、戦闘状態で頑張ったんだからね、脱力感が結構大きいんですね。すごいですよね、えー、腰を振りますよね、男性の方ね。でそうすると、まあ、やっぱり疲れてしまうものですね、もうすぐ寝てしまいたいぐらい、ね、脱力する人もいるそうです。はい、だからねね男性は、ねえー セックスの後の抗議を面倒だと思うんですね。まあ、それ、疲れ果ててしまうから、ね、騒然のことと書いてありますね。まあ、そのくらい、ねえー、男性が、ね、抗議を面倒だと思う気持ちに、ね、寄り添うことができる。 ーカンセラーの方ですね、うん、やっぱり息子さんがいるからだと思いますね、えー、ただ悪者にするだけじゃなくて、まあ、分かってあげられるってことですね男性の気持ちが、はい、ところが女性は逆なんですねあ,のあセックスが終わったってねそのあとにね、まあ、ちょっとでもね二、えー、人で触れ合うね余韻をね、えー、が欲しいんですねセックスのあとこそ、ね、触れ合って甘えたいというのもありますね、うん だから、えーまあ、自分の、ねえー、気持ちだけではなく、ね、女性の方のの、ね、気持ちも、ね、分かってあげてね。だから、まあ、分かり合う必要がありますよね。まあ、女性も,、ね、もう疲れてしまって、えー、何もする気がない、えーだね、彼の気持ちも分かってあげる必要があるだし男性も、ねえー、女性の抗、ね、議、えー、が必要欲しいという気持ちを分かってあげる必要がありますね。うん だからえーまあ、男性としてはね、えー、講義は、ね、自分が本当はやりたくないけどやるあの、頑張ってやるわけだから、彼女への思いやりの見せどころとなるわけですね。から思いやりがあればね、彼女にやってあげようとなりますよね、好きだったらやってあげようとなりますよね。はいまあ、特別なことをする必要はないです。しかも、疲れ果てているからね、そんなね、大層なことはできません。 やりたくないですよね,その辺ね。お互いに分かり合ってね、えーうんまあ、女性がね、えーまあ、ちょっとした気遣いだけでね嬉しくなるし幸せな気分に浸れるのだったらね、えー、髪を撫でてあげるとかね、ねぎゅっと抱きしめるとか、もそんなちょっとしたことでいいんですね、そんなちょっとしたスキンシップでね、えー、いい気分にしてあげることが大事ですよということです。はい えー、講義は、ねえー、男性は疲れ果ててね、えー、やる気がないものです、まあ、それはしょうが仕方のないことです、そういう生き物だから、ただね、女性は必要としてるのでね、えーまあ、ほんの少し、ね、もう最後の力を振り絞って、ほんの少しでいいのでね、えー、ちょっとね、優しくね、あいをしてあげるとね、全然違いますよということでした。うん そんな頑張らなくていいんですよ、講義はね。本能ちょっと気持ちだけでいいんです。それだけで全然違ってくると思います。はい。よかったらチャンネル登録お願いします。